どうも皆さんこんにちは、ズちゃんです。ズちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天我跟文当要来开箱我爸妈从台湾寄给我的包裹。何食ったんだろうね。適当に送ってって言ってて見る？ダダーバーン。めちゃくちゃでかい。因为现在疫情的关系我都没有办法回台湾，所以我爸妈他们就帮我寄了一些东西过来。那我就跟他们说，叫他们不要跟我说寄什么东西给我，让我期待一下。来，開けて。じゃあ開けますよ。はい。ダダーギターチャーカン。ギターチャーカン到底里面有什么？哇，いっぱい入ってる。よいしょ。哇，すごいね。超多吃的。好大。好大。我们来看一下里面到底有什么东西。パティばっかり。嗯，我妈妈帮我买一个蚵仔煎的饼干。はいはい。こいつ見たことあるもん。あの昔の動画、台湾のお菓子食べるときに。これ見たことある。旺旺仙贝，旺旺仙贝和日本一个叫做ハッピーターンの零食是一样的味道。あ、一緒なの？なんか食べたことあると思うけど。じゃああの謎の粉が入ってるってこと。そうそうそう。前もこの話した気がする。した気がする。可口。これもぷちゃん食べたことあるよ。ある？うん、あなた覚えてないかもしれないけど。クラゴ。可乐。クラゴ。对。クラゴ。可乐果ね。第二个多利多兹黄金起司的呢，可乐果第二包。違う味？不是パッケージと新しいパッケージ。味はちょっと微妙に違うの。おお。然后还有这个益美的杏仁巧克力酥片，这个也是我超爱吃的。これ美味しそう。的呢？一点绝，因为我有发一些动态说熊本这里虫很多，妈妈就帮我准备一点绝。就是これが一番俺目に入ってよ、最初。これめちゃくちゃ台湾で有名らしいよ。そうなん、強いんだ。これってどういう系なの？ゴキブリに食べさせる系？液体みたいなものをゴキブリがよく出るところにちょっとプシュッとやって、でゴキブリが食べたら24時間からちょっと薬が効く。そしてゴキブリが家に帰ったらそのみんな一族全部殺される。死んだゴキブリをゴキブリが食べるからやつも全部死ぬみたいな。かもしれないね。ああ、ブラックキャップと一緒だ、日本は。うちの中ゴキブリないんだけど、歯とかよく入るんですよ。いつもね狙ってきてるんですよ。そして目が合うんですよ。ゴキブリがこれ。そうそう。ドア開ける瞬間、シュッてすぐ入る。めっちゃ早いの。然后还有这个统一肉燥面。ええ、焼きラーメンいいな。そう、ふーちゃんが好きな味。サブチャンネルより美味しくできる方法をちょっと私いろいろ試してて、今回はもっと美味しくできるはず。おお。これはルーの食卓で。你好，欢迎入到食卓。普段で食べれるよ。これ、我拿到了。妈妈为什么要寄这个给我啊？喷雾瓶是要喷什么东西啊？アルコール入れてちょっと外でもシュッシュできるようにね。お母さん可愛くない？優しいね。ねえ、これ買ってくれた。原来如此，妈妈对我好好哦。蒸拌面，可是里面不是全部都是蒸拌面。我妈妈这样子把这个袋子切开，然后里面放了两包蒸拌面，还有一枚小泡芙。啊，これルーちゃん好きなやつだ。いつもこれ送られてきていつの間にかなくなってる。美味しいですよ。これ先に食べたいの。あ、これ。いいよ。再一緒に食べよう。大家吃这个巧克力脆片的时候会把它弄碎吗？我是都会把它弄碎啊，就不会弄到很碎。可是就是比起一块吃，我比较喜欢吃它里面有好多块的感觉。本当甘すぎないね。この見た目から想像したらかなり甘いかなと思ったんですけど、そこまで甘くなくて食べやすいですね、これ。さっきの箱でいくらぐらいで売ってるの？台湾の人がチョコレートっていう時はすごい可愛いなって思うんですよね。チョコレートね。65台湾豆腐くらいかな。235円。そんな安いってことでもないね。あなためっちゃ食べたね。美味しかった。またもう一個ある。あ、文旦分。我妈妈应该是帮我准备一个，又帮文旦准备一个。嬉しい。谢谢。妈妈谢谢。然后我妈妈帮我准备了，这是什么？外国人。坐飞机防疫配备，防疫帽、防疫眼镜、手套、轻便雨衣。お父さんとお母さん多分私台湾もし帰ることになったら用意してくれたんだよね。ふーちゃんの分も入ってる。雨衣、还有防疫眼镜。あ、すごい。お母さんが全部、ふーちゃんの分まで用意してくれるのが可愛いんだよ。すげえ。防疫帽。おお。会社似合うよ。哎，手袋を三個分用意してくれたね。顔見えない。私も見えないよ。これね。未来型みたい。里面剩下最后一个袋子，上面写口罩夹链带空。我妈妈太可爱了，她在里面放了很多口罩，还有夹链带，说可以把一些口罩放进去，带在随身身上。哇！哦，いっぱいある。マスク。
緑ある、あと黄色あるよ。あ、すげえ。私黄色が一番苦手。あとこれ全部台湾製だから Made in 台湾って書いてる。本当だ、黄色もさ緑も初めて見たよ。これ台湾みんなこんな感じでやってるから、今みんなそんな感じじゃん。なんか豹柄もあるし、炭治郎柄もあるし、ね、そう。这里要跟大家说明一下，因为文章姐在影片里面说她比较不喜欢粉红色的口罩，然后下面就有很多人留言说男生也可以戴粉红色什么，其实跟粉红色些没有关系，是因为日本人的口罩全部都是白色的，就只要你是戴有颜色，在日本就会非常的显眼。所以那个时候他并不是因为他是男生不想戴粉红色，然后其实因为现在疫情的关系，就是日本有新生活政策的感觉，大家出门都一定要戴口罩，那有很多布的口罩，然后有很多衣服的品牌他们自己也都出口罩，所以花纹就越来越多，那现在戴不同颜色的就没有这么显眼，所以文章跟我有时候也都会戴蓝色的口罩出门这样。いやマスク嬉しいね。ねマスク普通に嬉しいわ。之前我们有拍过文章的公司有送他口罩，可是我自己觉得没有台湾的做工那么细，就是我戴的时候这边会不舒服，所以我妈妈寄台湾的口罩来就很开心。可爱哦，秋多。啊，本当だ。我看到秋多電話来たね。说曹操高。Just time。可爱哦。哎呦，你干嘛？你不要这样弄它，你这样弄下来对。你真的是童心未泯的，天哪！天哪！天哪！喂？我跟文当现在看影片开箱你送的包裹。对啊，我们两个在家里。我跟文当看到你买那个防疫的东西都买两套，我跟文当也一套。你有把穿起来拍口罩？啊，没有，我们是想拍，可是我们就想说穿雨衣的话，那雨衣就不能再穿第二次了。为什么？你没有出去。谢谢。你开心。嗯，开心。开心，我们要开心。他最近越来越会讲中文啦。真的吗？对啊。他听得懂吗？你刚说你好啊。你好。你好。早安。啊，早安，现在是早安哦。他不会说午安啦。吃饭啦，刚才吃饭了。有啊，我们两个有吃饭。好，我们挂掉，拜拜。我等一下打给你，拜拜。再不会见面那你拜拜，你拿走。啊，所以吧，書いてるんだけど、これ取れるらしいよ。普通のとしても使える。そう、普通の帽子としても使える。あかん、ちょっと暗いかな。こんな感じでなんかできる感じしない？那我们跟大家说拜拜。那咱们卖你也来。对，我也看不到前面。好，那今天影片就到这里啊，我们下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。拜拜。文章，你要跟大家用中，你最近学会什么中文？你走开。你走开。没关系。没关系哦。好了，那跟大家说拜拜，拜拜。拜拜。大家再见，拜拜。拜拜。